のりゆきさん、うん、30歳です、うん、音楽や古着が好きでうさばらしも兼ねて趣味のものばかり集めていたら、うん、部屋中が膨大な服の量になってしまい、うん、家族にも呆れられ途方に暮れられています、うん、すぐに捨てられれば良いのですが、うん、高額なものもありフリマアプリですぐに売れるわけでもありません、うん、万人受けするようなものを集めているわけでもないため、うん、自分はオタクなのかなと自責の念に駆られることすら増えてきました、うん、恥ずかしくて他人にも相談できません、うん、物への執着をうまくなくして生きていくにはどうしたら良いのでしょうかということです。その相談その俺がしたい。あ、本当に織田さん割と捨てられない症候群ですか。いや俺は全部捨てれるよ。俺はもう断捨離の鬼だから。あ、じゃあいいじゃないですか。俺人からもらったもの一服に捨てれる性格だから。ぶっちゃけ。あ、そのコツを教えてきた。自分が一番大事だから。自分とか自分が大事にしてるものが以外に興味ねえから、人からどんだけ高価なものもらおうがいられるんですね。はい。買ったものもすぐ飽きちゃって俺は捨てれんと。あ、人は無理だけど。あ、じゃあそのコツを教えてください。ただな、はい、いやコツも何もねえんだよそんなの。コツとかじゃないんだよ。はい。ただな、うちのハニーレイコはな。はい。同じなんだよ。物がすごい物を大事にするんだよ。あ、なるほど。奥様の方がいつも喧嘩になるんだよ。俺は早くほかしてくれほかしてくれ。はい。だからその彼のあれが分かるよ。あ、その彼の苦しみが。俺も一時期悩んだよ。どうしようって。はい。でもな、まあそんなの置いといて。はい。まあ、まず一つ物は物でしかないんだよ。はい。どんだけ執着しても何したって物が何かしてくれるわけじゃねえの。物が別にあんたのこと変えてくれるわけでもなければ守ってくれるわけでもねえんだよ。はい、物があるからってその物のおかげで飯が食えるわけでもないし。あ、そうですか。物は物なんだよ、ぶっちゃけ、はい、何でもないの、はい、例えばこの時計だって物だろ、はい、だ物で時間見るとありがたいけど壊れりゃ壊れるしよ、はい、いつかいらなくなるんだよ、うん、ない方がっていうかある時は便利だけども、はい、結局機能しなくなったりするから物っていう、はい、いろんな意味で機能っていうものが止まるとゴミになっちゃうんだよ、はい、だけどもやっぱり思い入れだけは残っちゃうから、はい、アホみてえだろそんなもん。だからない方身軽な方がいいっていうのが俺のあれだけど考えだけど、うん、でもそれでもどんどん物が増えて困るって言ったらもう古物取れ。古物。古物、うん、地元の警察署に取れるから。古物庁の申請して。あ、そんだけ物が好きで物に囲まれてるなら逆に自分がその物の売り買いできるよう質屋でも始めろよ。質屋というかよ、まあ、古物庁取ってよ。でも人の物まで預かって売り買いすりゃいいんだよ。 それを仕事にしちゃえってことよ。あ、そんなに物に囲まれて悩んでんだら。なるほど。商売にしちゃえばいいんだよそんなもん。案外ね今売れるかもしれないですね。そうそうそう、ものによってはどんなもんでもな。どんなもんでもまあやってみた方がいいよ。はい、寒いからそんなもんだよ。あ、ちなみに織田家のあの物あふれ現象どのように対処されてるんですか。ここで言ったら殺されるよ。いらぬこと言うの。あ、わかりました。殺すぞ。はい。